レッドデッド・リデンプションはアメリカ合衆国のニューヨークにあるロックスター・ゲームスより2010年に全世界で発売されたゲームソフト。20世紀初頭、西部開拓時代の名残が色濃く残る近代アメリカを舞台にしたオープンワールド型アクションアドベンチャーゲーム。また、レッドデッドシリーズ第2作目。頭文字を取って RDR と略される。 北米では2010年5月18日に発売され、日本では同年10月7日に発売された。また、2012年1月19日には、すべてのダウンロードコンテンツを収録した、レッドデッド・リデンプション・コンプリート・エディションが発売された。1910年以降のアメリカ合衆国南部とメキシコを舞台としたアクションゲーム。元義族の主人公。 ジョン・マーストンとなってこの世界を生き抜いていく。世界設定に関しては、ガンアクションゲーム、レッド、デッドリボルバーと同じだが、開発陣は思い切った進化が必要との判断から、ゲームシステムは、同社の、グランドセフトオートのようにオープンワールド内で自由に行動できるというものに変更されている。ゲームエンジンには、グランドセフトオート V にも使われた。 ロックスターアドバンスドゲームエンジンを使用しており、西部劇版 GTA と紹介されることもある。オンラインプレイにも対応しており、最大16人同時プレイも可能。欧米では発売と同時に大ヒットし、当時は約500万本の売り上げを達成した。2018年10月26日より、グランドセフトオートブイと、レッドデッドリデンプションのクリエイター陣が送る。 レッドデッドシリーズ続編のレッドデッドリデンプション2が発売された。概要主人公はアーサー・モーガンと呼ばれる男性だが、今作の約11年前以上の1899年を舞台としているため、ジョン・マーストンや今作に登場するキャラクターもダッチギャングの一員だった頃のストーリーとなっている。連邦捜査官に家族の幸せを脅かされたジョン・マーストンは、 幸せを取り戻すために、再び拳銃を手にし、かつて友と呼んだギャングたちを追う。彼は、己の体に染み付いた血染めの過去と決別するため、過酷な戦いの中、数と、また一人と葬っていく。オープンワールド型の TPS であり、メインミッションを順番通りに解決していくことで、ストーリーを進めていく。同社の、グランドセフトオートシリーズを、 ほぼ踏襲した形式となっている。その他に任意に受けることのできるストレンジャーミッションや野生動物の狩り、ポーカーやブラックジャック、ライアーズダイス、フィンガーフィレット、低鉄投げ等のギャンブル、賞金首の捕獲、マップ上にランダム生成される NPC と遭遇することで発生するワールドイベントがあり、当時の生活を疑似体験できるような要素が盛り込まれている。 レッドデッドリボルバーより、デッドアイシステムが採用されており、ゲージを消費して戦闘中にデッドアイを発動させる、ことで一時スローモーションとなり、多数の敵を同時に、早打ちで銃撃する、人質が吊るされているロープを撃ち抜いたりするなどが、可能になる。オンラインモードは、放浪ーーモードと呼ばれるロビーにあたるモードが存在し、オンラインに参加したプレイヤーは、自動的にこの放浪ーーモードに入る。 放浪ーーモードでは、シングルプレイと同じマップ上に、多数のプレイヤーが、同時に存在する。この放浪モードから、他プレイヤーを勧誘して、対人戦モードやチーム戦モードなどの別モードに、移動することができる。放浪モード上でも他プレイヤーとの交戦や対、NPC 戦などは可能である。オンライン上のプレイヤーにはレベルが存在し、レベルアップを重ねていくことで使用可能な武器。 乗り物、キャラクターが増える。ニューオースティンサボテンや廃墟が散在する西部の荒野というイメージの地域。主人公が最初に訪れる地域である。モデルはテキサス州。ヘニガンズステッドニューオースティンの東側の丘陵地帯。ウェストエリザベスにほど近いダメ国北部には積雪も見られる。チョヤスプリングスニュー、オースティンの中央に位置する地域。リオブラボーニュー。 オースティンの南部に位置し、すぐ南をサンルイス川が流れている。ギャップトゥースリッジニューオースティン西部の地域。ウェストエリザベス山や大平原が広がり、東端にはフラットアイアン湖という大きな湖もある自然豊かな地域。物語後半にて訪れることができるようになる。モデルはオクラホマ州。グレートプレーンズ広大な平野であり、 バッファローやクーガー等の多数の野生動物が生息する。トールツリーズウェスト、エリーザベス北西部の山岳地帯。奥地には雪が積もっており、ビーバーやエルク、そしてグリズリーが生息している。ヌエーボ・パライソニッシ川にはニューオースティンより、さらに荒廃した砂漠や、東側にはメサやビュートが点在する地域。生息する野生動物も微妙に異なる。 物語中盤より訪れることができる。ヌエーボ・パライソとはスペイン語で、新たなる楽園の意。モデルは、チワワ州。ペルディード・メキシコに渡って、最初に降り立つ地域。ヌエーボ・パライソの中央に位置する。プンタ・オルグジョ・ヌエーボ・パライソの西側にある地域。ディエス・コロナス・メサやビュートが所々に存在し、独特の景観を持つ。ディエス・コロナスとは、 10個の冠という意。1910年式モデル T ツーリングスペンサー機兵獣 M186550 後継元々このゲームはプラットフォームを Xbox 360に合わせて開発されていたが2005年の5月に行われた E3 章にてロックスターゲームスがプレイステーション三3への参入を発表し開発中のタイトルの中に西部劇を舞台にした ゲームムービーを発表した。イグノはこれを、レッドデッドリボルバー2ではないかと推測して紹介した。ロックスターはこれを、オールドウェストプロジェクトとしており、正式タイトルは未定とコメントした。2009年2月、ロックスターは、正式タイトルを、レッドデッドリデンプションとして発表した。当初は2009年秋発売予定とされていた。その後、 発売が延期され、最終的には2010年5月に発売された。マイクロソフトは2018年4月11日に行われたストリーミング番組インサイド XBOX にて、レッドデッドリデンプションの XBOX1、X エンハンスド対応を発表した。XBOX1、X エンハンスドは、 Xbox One X の最新機能を使って大幅なビジュアル改善等を実施した機能でハードを持つユーザーは既存の Xbox 360版ゲームディスクダウンロード版のパッケージを持っていれば追加投資なしに 4K HDR に対応したビジュアル強化されたゲームを楽しむことができるようになった。前作、RED デッドリボルバー日本版はカプコンから発売されたが、本作の日本語版はロックスターの親会社であるテイク2から発売された。セリフは英語音声で日本語字幕が表示される。また、前作はセロ・ c 15歳以上対象指定だったが、本作はセロ・ z 18歳以上のみ対象指定となった。テイク2は海外版とほぼ同様の内容で、 英語版の雰囲気を損なわないようにローカライズすると発表した。日本語版追加パック。ありがとうございます。